ちでもお会いできるなんて嬉しいです。あの、変ですか？着替えてきた方が。ありがとうございます。少し歩きませんか？あれ、エビですよね。エビって長寿の象徴ですし、食べてみましょうか。それを知るのは食した者のみってことで、食べてみましょう。お兄ちゃんたち日本人？はい。怪盗団でしょ？心を盗んじゃうの。怪盗団、ご存知なんですか？ニュースで見たよ。日本で流行ってるって。もし怪盗団に会ったらよろしく言っといて、みんながエビ好きになるように改心させてねって。結構刺激的ですね。綺麗ですね。いつも盤面ばかり見ているせいか、なんか新鮮です。帰ったらいい手思いつきそうです。私といて退屈じゃありませんでした？もう少し気の利いたこと言えれば、もっと素敵な時間になったのに。よかった。あの、これあなたに。今日のこと忘れないでいてくれると嬉しいです。学校一緒だったらな。はい、お願いします。もう暮れてしまいます。戻らないといけませんね。